はい、今回はスイスウィン SW1880 のレビューをします。事前に調べてあったんですが、横のポケットは500のペットボトルを入れて、まあ入ることは入るんですよ。でも上下動すると落ちてしまいます。底面がなくてテーパー状に上に向かって広がっているので、これはペットボトルを入れるようには作ってないんでしょうね。まあこれだけスカスカだと電車に乗るのに後ろから前に回したりするのも落ちるかもしれません。底の面がないので実際に何か物を入れるとこうやって350の缶がギリギリ隠れないかなぐらいです。では今持っているバッグと大きさを比べてみましょう。一番左端が今回買ったものですね。ツーミのビジネスバッグはちょっと型番がわからないんですが、昔買ったスイスウィンのリュックとツーミのビジネスバッグのちょうど中間サイズぐらいで、まあ、ちょうど良かったんじゃないかと思います。さあ、それで今回このリュックを買ったのは、前に買ったスイスウィンのリュック、まあ、どうしてもいろんなものを詰め込んでしまうと形が崩れてしまうんですね。まあ、それでこのリュックだったら四角い形をキープしてくれるんじゃないかというところで、ね、買ってみたらズバリキープしてくれました。では次に各々の部屋やポケットについて見ていきましょう。商品の写真だとちょっと分かりにくかったんですが、ちゃんとパソコンが入る部屋と、メインの部屋みたいなのがねちゃんと分かれてて、パソコンが入る部屋はあのクッションパッドも入ってて結構いろんなものが入れられそうです。100均の A4 のケースを入れてみましょう。お、綺麗に入りますね。そしてさらに物が入れられるスペースがあると。そしてもう一つの方にはこれ2リットルのペットボトルなんですが、横向きに入ります。上下のポケットもそれなりにマチがあります。上のポケットにはここにも薄いものを入れられるポケットがついてます。下のポケットも奥行きがちゃんと取られてますね。こちらのペンホルダーとかの小物入れは多分全部同じものを使ってるんだと思いますね。スイスウィンさんの企画品だと思います。必要最小限揃ってるし、作る方としてはコストダウンになるし、買う方使う方としては、まあ、スイスウィンのバッグからスイスウィンのバッグに変えるんだったら物を入れ替えるのが楽になるというメリットもありますね。個人的にはこのバッジのデザインや全部のファスナーについてるこの大きめの三角の持ち手ですね、これかっこよくて好きです。ただ三角の持ち手についてはちょっと大きくて邪魔かなと思う人もいるかもしれません。あと背中側のクッションなんですけど、このメッシュがついてるところが少し出っ張ってて、まあ、十字の溝にみたいになってるんでね、これ通気性を狙って作ったかどうかは分かんないんだけど通気性がいいかもしれないね。チェストストラップも標準でついてるし、スーツケースに固定するこの紐もちゃんとついてますね。表のこの部品だけちょっと何に使うか分からないかな。はい、ということでね、他の人のレビューを見て分かってはいたんだけど、やはり横のポケットに500のペットボトルが入ってほしかったということで、星 4.5 ってところでしょうか。